令和新選組が大炎上、ブラック企業と発覚3日に、令和新選組の高井幹事長が X ツイッターにて昨日の党内協議は午後2時に始まって、途中1時間休憩し、終わったのは午後11時休憩時間に私は夕食を食べたが、山本代表はその時間にラジオ出演だったので、夕食を食べていないなどと発言されてしまい。 こういうことをアピールする会社に就職しちゃダメだよ、などのひとの批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちら、まず、長時間の会議は自慢できるものではございません。まあ、さらに、夕食も食べられないような計画性のなさも問題であり、まあ、この暑い時期に倒れたりしたらどうするのかと心配になってしまいますが、また、このような惨状を 堂々と公表してしまうのも問題です。社会人の皆様から見れば、ああ、仕事ができないんだなと思われるだけだと思われますが、令和新選組の皆様には、無駄な会議は減らし、また、きちんと食事もしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。